ゆるる調査オンライン。今回はなんと1枚1万円超えという超高級ピックを手に入れましたので、そのピックのサウンドや弾き心地を調査してみたいと思います。今回の主役となるピックをご紹介します。こちら、ジルコニアピックハデス、税込み11,880円。私が知ってるピックでは、これまでの中で一番高いピックじゃないでしょうか。ジルコニアというのはシコン、歯の根っこですね。それの人工バージョン、人工のシコンの材料だそうで、それで作られたピックだから歯ですというのでしょうか。福岡のメーカーさんが作っています。早速ハデスのサウンドを聞く前に、比較用に1枚40円のピックを用意しました。こちらですね。ピックはどちらもティアドロップ型で、厚さは1ミリです。ではまず40円のサウンドから。まあ普通ですね。特に可もなく不可もなくという気がします。次に歯です。11,880円。これは伝わるでしょうか。弾いてる本人は全然違いますね。もう一回40円いってみますよ。良くも悪くもマイルドで、ちょっとコードが団子になってる感じがしますね。次、歯です。非常にアタックが硬質ですね。分離感もいいですし、ボリュームもやや大きいように感じます。次にエレクトリックギターで試してみましょう。いかがでしたでしょうか。あなたの知らない超高級ピックの世界、ハデスのサウンド、かなり違いましたね。ピックと考えると超高級品でなかなか手が出ないという人が多いのはよくわかるんですが、これだけ音が違うと正直もうエフェクターですね、感覚は。なので、誰も持ってないエフェクターを1台買ってピックケースに忍ばせておくぐらいの感覚を持てる人は手に入れてみてもいいんじゃないでしょうか。それでは次回の調査もお楽しみに。ありがとうございました。